はい、よ、はい、おはようございます。おはようございます。ちょっといいっす。おはようございます。え、初めての方もまた改めて見てくださった方もありがとうございます。秋野です。秋野ライブアットホーム、我が家から家族でお届けする、音楽をお届けするライブも今日で8回目です。ちょっとね、今日家 の, あのソファーとか動かして、うん、ちょっとライブハウス風に、ちょっとね、ライブハウス仕様にしたの。そしたら緊張してきたうちで誰もお客さんいないんだけどあの、皆さんよかったら見てくださいね。はい、では始まります。立ってやろ、私。暗いかな。立ったら映んないよ。立ったら映んない。じゃあ後ろに行くわ。後ろすぎる。後ろすぎる。角度変える。何の角度？カメラの。いい？うん。ワン、ツー。行くよ。
こないけどいいや。カモンカモン。Train is coming, oh yeah. Train is coming, oh yeah. Train is coming, train is coming, train is coming, oh yeah. Shimmy, 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 shimmy. Hey, can be any idea. Shimmy, 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 shimmy. Train is coming, oh yeah. Train is coming, oh yeah.私がそうなの、この春からね先生をやってんのよ。あのこうやってみんなで踊ったり歌ったりしながら子供とお母さんたちと歌ったり踊ったりします。それでこのチュッ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 トイレに行こうよエナちゃんとか言っていつも歌ってんだよね。それでみんなやってるんだけど、なんか今ねイネちゃん後ろ来たね。ねチュッ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 って入れてくるんだよね。はい、では次の曲。卵がはまんない。ウクレレ。赤もあそう、今みんなもうお出かけしてるのかな。あの見てくれてる人ありがとね。それこれからお出かけする人は今日お天気でピクニック日和なので、ぜひこんな気分で、ピクニックっていう秋田の曲です。Thank you.
んとあやなちゃんでした。次はインターネットなんかね、外爽やかで多分風が吹いていると思うんですけど、今日なんかちょっと長袖で秋仕様の服にして、こう音が漏れないように二重窓なんですよ。ここすごく暑い。みんなのとこは爽やかな風が吹いてるんでしょうか。暑いよ。あ、そうだそうだ。これ皆さんにお知らせをしたいんですけれども、この見えるかな、こっちか。そうそう、あのね、このアギナの、今年の2月に出しましたラブインザルームというアルバムをのジャケットを描いてくださった村上悟さんという画家さんの個展が今、代官山の根の星というギャラリーでやっています。明日まで、もう子供の子なのよねって読むので、明日までやってますので、もしこの後お時間ありましたら、ぜひ皆さん見に行ってください。すごくね、素敵な絵です。こうおとぎ話と現実とのなんか狭間を行き交う温かい作品です。そしてですね、ね、あの私の友達のインスタレーションの、作家さん、川上和歌子さんの作家作品展が今恵比寿のラオマリスっていうカフェとかになる場所でやってるので、これも見てください。はい。で、ちょっとではラルインザルームから1曲やります。これどうなの、あの後で皆さん評判教えてね。このセット変えてライブハウス仕様って私たちが先に思ってるけど、それいいのかな、いつもの感じの方がいいよとか、いやいいんじゃないとか言ってくださいね、後でね。これでちょっと待ってね。はい、じゃああのラルインザルームからウィンターズロード聴いてください。
って。全然取れない。さてさて何してんの？何してんの？さてやりよう。卵釣り。卵釣りしてんの？なんでさライブつけるのこっちはさあのさ魚釣り始まってんの？卵釣り。あのこの前もさらなあの上の子がバイオリンを弾かせていただいたと思うんですけど、おいでけどなんか今日はフィドルな感じの曲じゃなくてクラシックがいいというので、ママもピアノ練習しました。今日緊張感溢れるライブ。なんで自分が緊張して。うん。はい。さあ、はい。それでは最後の一曲でございます。次は一月後ぐらいかな大体。そうですね。あのそろそろ来年の。もうね、もうちょっとで10月だもんね、うん、来年のカレンダーをとか、ダイアリーを買う時期になるかと思いますが、秋野の曲でダイアリーという曲を歌います。知る
した答えを曲でした。ありがとうございました。だってさ、見てくれた人でありがとうございましたで。回ってるよ。はい。エナもいで。これしてたんだって。卵釣りしたんだって。で、これさっき叩いてたバウルにこれ入れて卵釣りしたんだって。じゃあ次のライブは。最終日曜日かな、あたりに、あたりでいいのかな、うん、で、なんかハロウィンだよ、ハロウィン近いからハロウィンっぽいことをしようかなと思います。よかったらまた見てください。ありがとうございました。あれ撮りたい。ありがとうございました。